ということでどうもこんにちは。CIA 職員の霊夢です。海兵隊大佐のマリサだぜ。今回もリアルすぎる現代戦 FPS、CODMW をプレイしていきましょう。前回は逮捕したテロリストが脱獄してしまったところまでだったな。もう生け捕りは難しい状況なので、脱出路に部隊を配置し、そこでテロリスト幹部ウルフを倒します。毒ガスを持っているとされるテロリスト幹部を殺してしまえばガスのありかはわからなくなってしまうが、やむを得ない処置だな。まあ一人の死は悲劇だが集団の死は統計上の数字に過ぎないっていうしね。これ全然関係ない話だな。ターゲットの死体さえあればあとは科学操作でなんとかなるでしょ。科学にも限界あるからね。限界があると思ってるからできないのである。科学の限界を精神論で突破しようとするな。え、何 CIA が何の役か知ってるかって。そんなの常識でしょ。中央情報局って意味だよね。知らなかった。何受けないで滑った感じになるから。私も同じことをしてみようかな。FRB って何の役だと思う？そもそもの意味を知らないんだが。正解は米連邦準備制度理事会という意味でした。急にただのクイズやらされてないた。そしてファラさんのお兄さんからスナイパーをいただきました。こんなん何歩あってもいいですからね。装置のミルクボーイじゃん。弾薬は338ラプアマグナム。非常に強力な弾薬で増撃に使われるやつだね。それを人に撃つという圧倒的オーバーキル。お？これは？かっこいい。よかったね。これで試しにアフリカゾウ撃ってみようぜ。発動が基本的にゴミカス。多分この武器は架空のライフルだけど、ビットリックスコルボがモデルっぽいと言われてるね。よっしゃ、これでテロリストの車列を迎撃しようとなる前に狙撃の感覚をつかむことになりました。我 CIA 職員ぞ。だからといって狙撃が上手いわけじゃないだろう。どう見えても私テニスのサーブ入れるの上手いからね。狙撃とサーブを同一視してる奴が狙撃が得意だったこと人類史で一度もないらしいよ。好き勝手言えるのも今のうち、私の射撃を一瞬たりとも見逃すなよ。マリサ一発目見逃してた。一瞬たりとも見逃してないで。やばい、自分の過去の発言に心が殺される。つまるところ狙撃するときは先に立てた旗を目安にするといい。手前の白旗は距離400メートルで奥の旗が600メートルだ。風の強さに関しては旗のなびき方でわかる。よし当たった。二つの目安を生かして狙撃すればうまくいくと思うぜ。すごい、まるでプロみたいだ。海兵隊大佐なので。そういえばそうだった。手前の旗は赤い家のそばか。これだとわかりやすいね。ということで待っているとついに敵勢力が来ました。あれ、敵は一台みたいだけど。奴らは先にルートを確保する先遣隊だと思うぜ。先遣隊の車は待ち伏せに利用できそうだ。撃ち漏らすリスクを回避するためにも停車するまで撃たない方がいいな。了解だよ。敵車両はどこに向かっているのかなって。あれ、家屋の裏に隠れちゃった。これってバレてるってことなのかな。いや、気がついている素振りも見えなかったし偶然だと思うぜ。1階から出てくるかな。いや、はしごを登ってるな。ほんとだ。どうでもいいけどこの家の塗装剥げちゃってるね。長い間廃墟になってたみたいだしな。ここで敵を倒して赤の塗りポイント増やさなきゃ。プーン3やりすぎて頭おかしくなった人。距離は400メートル。短距離走だとかなり辛くなってくる距離だね。その追加情報いる。よっしゃ、感覚はつかめた。ここだ。命中を確認。もう一人も逃さずに始末しろ。了解。二人目の命中を確認。石膏を始末できたな。いや、仕事も終わったので帰宅しますね。しっかり残った仕事も完遂しろ。今日もサービス残業か。そもそも CIA 職員の情報活動に定時帰りとかあるの？自由派の反乱軍の構成員が石膏のトラックを道路の中央まで持ってきてくれました。これで敵の車列は停止するはずだ。石膏の狙撃チャンスが手に入るわけね。あとは ED を車の中に入れてくれてますね。敵さんへのサプライズプレゼントだね。どちらかといえばサプライズアタック。よっしゃ、これでオッケー。あとは敵の本体を待ち伏せしましょう。間もなくしてテロリスト部隊が現れました。見た感じテロリスト幹部のウルフは見えないけど、ここを強行突破しようとするはず。やはりここで敵を撃破するよ。ついに決戦の時だな。そのために千人針持ってきたもん。全然の人じゃん。一人で縫うの大変だった。千人針一人で縫っちゃダメだろ。あとお守りも買ってきました。用意周到じゃん。ここも買ってきました。騙されてない。そろそろ車列が止まりそう。兵士のみんな心配しないで、計画通り一人で100人倒せば余裕で勝てるはずだから。あれ、戦闘計画の地点で狂ってんじゃん。ヤマト魂で数的劣勢を乗り切れ。日本人一人もいないんですけど。ヤマト魂はアジアを包括する崇高な精神的理念なので民族とかは関係ないです。止まる。こいつ排除した方がチームのためになるだろ。よし、車に近づいてきた。もう少しだけ引きつけよう。グッバイ。敵の前衛が吹き飛んだな。攻撃開始だ。戦闘の混乱に乗じて確実に敵を排除するよ。現状は風がほとんど吹いてない感じか。まずは正直にまっすぐ狙うよ。狙撃に気がついて伏せてる敵がいるけど、標高差で丸見えなんですよこれが。さすがラクアマグナムだ。体のどこに当たっても致命傷になるな。奇襲は順調に進んでるね。この調子ならクリスマスまでに戦闘が終わるはず。楽観的に見えてむしろ悲観的。あ、弾切れか。一旦リロードしてと。よし、これでオッケー。残る敵はどこにいるのかな。左側に二人、バスの方に複数人って感じだ。了解だよ。じゃあまず左側を完全に掃討してしまおう。全滅できたな。続いて中央に対しても狙撃していきます。そこだ。ちょうど地面を打ちたかったんです。と言い訳。次の文明が鉄を掘り起こしやすくなるように私はわざと地面に銃弾を撃ってるんですよね。今の文明にとっては有害でしかない行動。ほっと、なんか車の音が聞こえてくるね。敵の援軍が来たみたいだ。ほんとじゃん。迎撃しようと思ったけどここで弾切れ。しっかり装填してと。敵のトラックはどこかな。ほぼ全てが死角に入ってるな。スナイパーに撃たれてることは完全に敵にバレちゃったみたいだね。敵の動向がよく見えないけど部隊を死角で下ろしてるのかな。いや、むしろ敵の姿が消えたし残ってた兵士を車両に乗せたんじゃないか。ここで敵車両がまた走り始めたね。どこに向かって進んでるんだろう。ってあれ？
こっちに来てない。高台に反乱軍の防衛拠点があることに気がついたんだろうな。これはまずい状況だ。敵が乗ってるのは一般車両だ。ドライバーじゃなくてむしろエンジンを狙え。あ、なるほど。よし、一両やった。他の車両もエンジンを狙って迎撃しよう。結構車両が肉薄してきてるね。逆にこの距離だと外さないだろう。一両ずつ確実にストップさせろ。了解だよ。あとはあれで最後、クソ外した。いや、右側から出てくるはず。しっかり狙って。ここだ。全車両を破壊できたな。危なかった。だがさっきの車両に乗っていたテロリストは無事だ。どんどん肉薄してきてるぞ。ここからは近距離で迎撃する必要がありそうだね。面白くなってきやがった。とりあえずマリサは動かせる車両を1台探しておいて。面白くなってきたとか言いながら真っ先に逃げようとしてない。敵がサファリパークぐらい接近してきてるので AK で迎撃しなきゃいけなくなったよ。スナイパーで高台から攻撃するだけの簡単なお仕事って私聞いていたんですが。事情が変わったんだろ。タウンワークだ。タウンワークってスナイパーの求人してんの？ひとまずはまだ無事だけど、チチチチチチ。やけどしたらどうするのさ。化け物かよ。まったく。人に火炎瓶を投げるって男子校のふざけ方じゃん。男子校の悪ふざけでもそこまでしない。男子が火炎瓶投げんなら女子も投げ返しちゃうからね。学校壊れる。マガジンリロード。でも AK シリーズが好きなので今回はいっぱい AK が打てて満足です。わかる。AK 原理主義者って何？怖い。だいぶ銃声が少なくなってきた感じはある。ひとまず見える敵はあいつで最後かな？よし、始末完了。一通り排除できたかな？って何の音？迫撃砲っぽい音だったが。ほんと？まだ敵が残ってたみたいだけど狙撃ポイントに目破。うわ、マジで撃ってきてんじゃん。こっちも撃ち返すから敵弾頭持ってきて。急に本軍しか使ってないのよ、それ。うーんと敵はどこだろう？地弾が発射されたら、多分マズルフラッシュが見えるはず。そこか。敵は着弾地点を見ながら調整するはずだ。射撃修正をする前に迫撃砲部隊を排除せよ。了解。草むらに一人隠れちゃったけど、これであの迫撃砲も当分動かないはず。また別の迫撃砲の音だ。どこかに発射台がある。周囲を見渡してみろ。どこだろう。青い家のあたりではないか。ちょっと場所がわからないので、もう一度マズルフラッシュを見逃さないようにしながら待ってみます。そこか。二人見えるな。まずは一人、そして二人目。捨てられてもまだ狙えるはず。ここだ。殲滅できたな。今ので迫撃砲部隊は最後かな。いや、ハジルがまだ残っていると言ってるぜ。個人的にはあの青い家が怪しい。ビンゴ。命中したな。距離的に伏せた奴を狙うのは厳しいかな。ではなんかまたトラックが走ってきたよ。車両爆弾だ。大勢は町の一区画を吹き飛ばす爆薬を積んでる。近づかれたら一巻の終わりだ。くらえ。なんかトラック全体が装甲で覆われてるみたい。まず射撃を続けろ。装甲を一部破壊できれば内部も攻撃できるはずだ。対象の部位破壊をすればいいわけね。部位破壊とはまるでモンハンみたいだ。二人で行って一人で納得しないで。モンハンと聞くとこれも暴眼に見えてきた。モンハンの話広げんな。人間というモンスターもいるしね。モンハンの世界にそんな痛烈な皮肉ないから。やばい、玉切れ。めっちゃ自爆車両が近いので、ここで確実に仕留める。ここだ。ヘッドショットが入ったな。これでひとまずは大丈夫かな。わお、すごい爆発だな。ギリギリなんとかできた感じだね。そろそろテロリスト幹部の護送車も来るはず。さっきみたいに近接戦闘になる可能性が高いので、バンカーで武器を補給しに来ました。前回活躍した M91 機関銃があるね。使いやすいし近接武器としてはこれでいいだろう。よっしゃ、行きますか。 MG34 ナチスドイツが使ってた二次大戦の武器だな。サイトは無理やり取り付けられているが古臭い武器だ。 M91 の方が相談数も多くて使いやすいから、 MG34 はやめといた方がいいな。ガン無視で持っていくな。私の血が騒いでおるのだ。ゲルマン人の血が武器に反応しておる。お前何人なんだよ。ここでプライスタイから無線がかかってきました。きっと寂しくて電話してきたんだね。そんな電話なら軍用無線使うな。それでどんな連絡かな。え、ロシア軍。うわうわうわ、待って、頭吹き飛んだんだけど。敵のスナイパーだ。連絡が気になるけど、とりあえず後回し。急いで敵狙撃手を始末するよ。狙撃なら私に任せろ。流れるように足元を踏み外さないで。上に上がってと。次の狙撃が来るかな。射撃音は聞こえないな。今ならちょっと走っても大丈夫なはず。うわ、また一人味方さんがやられちゃったよ。とりあえず狙撃の定位置には戻ってこれた。敵狙撃手はどこだろう。今一瞬マズルフラッシュが見えた気がするが。待って、どこら辺。中央の顔腹筋だったと思うが確証が持てないな。次の射撃をじっと待て。了解だよ。マズルフラッシュが見えた。そこか。狙いにくいところにいるね。ここら辺か。いや、弾がめっちゃ左にそれた。さっきよりも風が強くなってるんだ。風速を考慮して射撃する必要があるな。なるほど。さっきの射撃時のブレ方を思い出してと。敵狙撃手そこか。くらえ。命中を確認。やった。敵狙撃手を排除できた。カウンタースナイプ成功だね。その後また青い家のそばに迫撃砲部隊を確認。絶賛隠れた兵士を狙撃中です。うん、いまいち見えない感じだ。え、音が遅れてきてる。音速に今気がついた人じゃん。すごい、なんか航空機がめちゃくちゃテロリストに爆撃してくれてるよ。ロシア軍の2部だな。ついにテロリスト相手に反乱軍とロシア軍が共闘するってこと。いや、むしろロシア軍はアルカターラと反乱軍の2つの勢力を同時に殲滅しようとしてるんだぜ。ロシア軍から見たら現地の独裁政府に歯向かう全ての勢力が敵だからな。ということはつまりロシア軍にとっては一石二鳥のチャンスというわけだ。ロシア軍とは利害関係が一致しているというわけか。今までの話何を聞いてたの。左の道路でスモークを確認って。待って待って、ロシア軍装甲車持ってきてんじゃん。これはまずいな。だが幸いにも敵車両
要は履帯じゃない、タイヤだ。走行を貫くことはできないと思うが、ラプアマグナムだったら装甲車の足は破壊できるはずだ。ほんとだ、結構難しい射撃を要求されてるね。まあ人生に一度は対物ライフルで装甲車の群れと対峙してみたかったから全力で戦うよ。人生に一度はやりたいことが特殊すぎる。あーすごい、やりたかったことが少しずつ達成されていく。私ってこんなに幸福になっているの？世間的にはそんなに幸福な状態じゃないと思う。何個までタイヤ破壊すれば完全に停車するかな。まずは私の神エイムで敵の足をどんどん破壊しよう。わざとやってんの？ちっちっ言葉やめて、当たってくれ。これでタイヤ2つ破壊だな。まだ動けるのか。次に3つ目を破壊してみました。これで完全に停車したな。装甲車1台あたりにタイヤを3つ破壊すれば行動不能にできるわけだね。ひとまず近づいてる装甲車のタイヤを破壊して走行速度を遅くして時間稼ぎをするよ。装甲車だけにできるだけ苦しんで死んでください。マリサのダジャレの恨みが親を殺された人のそれ。戦場からエンジン音が消えた感じ。さっき撃った装甲車で最後だったみたいだね。停車した装甲車は車載していたスモークを展開してるな。実質的な歩兵突撃の合図だ。ロシア兵が来るぞ。見えた。射撃開始。まずはダブルキル。次もダブルキルできそう。二人倒せたな。いい感じいい感じ。敵が近い距離まで肉薄してきたので、ここからは MG34 の出番だ。ロシア軍の迎撃開始。オラオラ独ソ戦の再来だ。弾幕はパワーだぜ。ひとまず目の前の敵を一掃できた。弾切れなのでしっかりリロードしてと。ちなみに順調にロシア軍に周囲を包囲されています。独ソ戦の再現度高いな。筋肉がすごい。やばい、続々と入ってきてるよ。しかもフラッシュバン2つ食らってもうまく焼き切れました。殺傷兵器で大ダメージ受けててかわいそう。現状の火力不足感は否めない。奥の手を使いますか？言いますと。米海軍に戦術核兵器の使用を要請する。ロスランで全面核戦争始めんな。弾幕を食らえ。オマハビーチを再現してやるぜ。西部戦線なのか東部戦線なのかはっきりしろ。普通にロシア軍の攻撃が激しすぎたので一時撤退。ここでハビル君が新しい武器をくれるとのこと。戦術核兵器持ってきてくれたんだね。まだ諦めきれてない狂気。このトラックに武器があるんだね。よっしゃ任せろ。この木箱をどければいいのかな。よっしゃ今すぐ開けちゃおう。中身はなんじゃろな。ってあれ？これ盗まれてた毒ガス弦。ああ、なるほどな。ロンドンテロを行った組織が同じく毒ガスを盗んだ犯人だと我々は決めつけていたが、根本的に別の組織の仕業だったんだな。しかも米軍が支援していた反乱軍の犯行だったわけか。現地の犯行じゃ毒ガスも見つかるはずもないね。あと毒ガスを使うならガスマスクも同時に渡してほしかった。毒ガスの中走らされてて笑う。まあ確かに毒ガスは効果的な兵器だけど、自由主義を謳っていた民主派の反乱軍が化学兵器を使ったという事実は国際的批判を避けられないだろう。Get off of me! How could you do this? We had no choice, Bara. All bets are off now. No. Not like this. Sister. Alex. Listen to me. I stole the gas from the Russians. To help us. Only to help us. Tell Farah. Tell her, Alex. ということで今回の動画はここまで。ドロドロとした政治的な展開になってきましたが、次回からは反乱軍が毒ガスを使うに至った経緯を体験していきます。ロシア軍の爆撃で倒壊した家から始まる強い復讐心、これは終わりなき内戦へと繋がっていくぜ。ダークな現代戦を描く CODMW、 次回もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。